in the UK. イギリスリーディング出身の31歳、今年の5月に初来日、それ以来となるノアマット、ダグ・ウィリアムス入場。イギリスの各団体に上がってきました。一躍イギリストップレスラーの仲間入りを果たして人気を集めましたダグ・ウィリアムス。2回目の来日、2回目のノアマット登場ということになりました。およそ2週間前の 11.1 日本武道館大会で壮絶な GHC ヘビー級タイトルマッチを小橋と展開。最後は小橋の剛腕ラリアットに敗れるも王者を苦しめました。ペースは小川でした。攻めていても攻められていても次に何をやってくるのかわからない、それが小川のスタイル、小川マジックと言っていいでしょう。果たして今日のこの後楽園ホール開幕戦、どんな小川らしさ、試合巧者ぶりを見せてくれるんでありましょうか。第6試合を迎えています。シングルマッチ45分の一本勝負、ダグ・ウィリアムス。イギリスマットのエース、2回目の来日です、ダグ・ウィリアムス。赤コーナー20ポンド、小川よしなり。小川マジック健在、小川よしなりです。第6試合セミファイナルを迎えています。こちらダグ・ウィリアムスです。今年の5月6月ツアーに初来日、初めてノアのマットに上がりました。ノアのマット2回目ということになります。ダグ・ウィリアムスと小川よしなりのシングルマッチ、45分の一本勝負です。まず組み合ってダグ・ウィリアムスが押し込んでいきました。軽く相手を制しました。ニヤッとその口元を緩めましたダグ・ウィリアムスです。身長が183センチ、小川よりも3センチ上回っています。体重で言いますと105キロのウィリアムス、そして90キロの小川、体重は15キロ、ウィリアムスが上回っています。試合巧者、この小川マジックとも言われるこの小川のスタイルですが、その小川をさらにしのごうかというこの立ち上がり序盤です。その自分の分野を侵されまいと、まずは自分のペースを握ることが先決になります。この試合第6試合のシングルマッチです。さて解説のマイキーさん、はい、この小川といいますと、およそ2週間前の 11.1 武道館大会で、はい、壮絶な GHC タイトルマッチ、ね、小橋と繰り広げました、はい、まず改めて振り返っていただいていかがでした、このそうですね、まあ、小川選手も、まあ、作戦的にはね、はい、まあ、僕は良かったと思いますね、うん、まあ、結果的にはああいうね、まあ、小林選手、まあ、作戦といいますとどんな点ですか。まあ、要するに格乱散歩、戦法いろいろね、ありましたね、まあ、はい、早い技でだからまともにはいかなかったですね。そうですかね、はい、あれだけのパワーファイターの小橋相手に正面からいったらやはり分がないわけですからね。もちろんそうですね、その小川が今度はその小橋と比べれば比較的体格はやや劣るんですが、このダグ・ウィリアムスとのシングルマッチを今ツアーの開幕戦では迎えています。そして、まあ、このタグも今FWA っていうイギリスのですね、はい、ブリティッシュコロンビアの今チャンピオンですね、ベルト持ってるんですけどもね、先日も5月ですかね、ドイツでハノーバーで防衛戦やったみたいですよ。ドイツのマットにも上がる、そしてイギリスの各団体にもこれまで上がって、現在は FWA、そうですね、はい、そしてマイケル・モデスト、ドロバン・モーガンの主催するアメリカのプロレスリングアイアンでも、はい、まあ、活躍していたと、そうなんですね、ということで、はいはい、まあ、独特なこのイギリススタイルのね、うん、まあ、私もまあヨーロッパ、イギリスも、ね、行きましたし、長くヨーロッパいましたから、まあ、懐かしいスタイルでね、変わってないですね、まあ、あまりね、スタイルそのものは。ブリティッシュスタイルと、まあ、一言で言いますと、どのような形になるんでしょうか。まあ、どういうんですかね、やっぱりアマチュアレースリング的な要素もありますけど、やっぱりテクニックですね。なるほど、技、いろんな返し技、そうなると、そうなんですね、テクニックといいますと、小川とのやり合いというのは非常に楽しみですね。今、小川選手もそのね、本当のよく今、今返しましたからね、抜け出していきましたね、こういった一つ一つの固め技、決め技をどう裏を変えていくか。そうですね、足をロックするダグ・ウィリアムス、小川の動きをピタッと止めました。まあ、こういうのは小川選手うまいですね、こういう選手がやる。なるほど、
今年の5月に初来日、ノアのマットに初めて上がってそれ以来の、ねまあ、来日ということになりました、はい。前回初来日した時の印象と、まあ、今回2回目、まあ、もちろん今回が開幕戦ですが、はい、前回 の、 その5月ツアーの時の印象というのは覚えていらっしゃいますか？覚えてますよ、うん。懐かしいこのイギリススタイルっていうんですかね、見ましてね、決して派手さはそれほどないんですよね。でも、ホールドにしてもね、腕取るにしても的確さっていうんですかね、正確な、まあ、基本は素晴らしいっていうんですかね、そういうふうに基本技をしっかりやってくる、そして固め技、その決め技というのを持っていると、ね、やってるレスラーとしてはどうですか、はい、対戦してみて組み合うと。そうですね、やっぱり手強いですね、はっきり言ってね、嫌なもんですね、嫌なもんですね、はい。そのあたりどうでしょう、小川としては似通った部分、共通する部分も少なからずあると思うんですが、そうですね、小川の心中としてはその小橋とのパワーファイターとの対戦の後、このダグ・ウィリアムス、ええ、全然違ったタイプですからね、でも小川選手はこういうタイプ方がいいんじゃないですかね。あ、そうですか、いいですかね、自分の土俵、また同じ土俵で戦えるという、ね、そういうことですね。だからまあ相手もまあダグの方もいろんな返し技を知ってるから、それ以上にまあ小川選手も考えてると思いますからね。なるほど、はい、腕を固めてそれを持ち上げて強引に解こうという小川、しかしがっちりと決まっています。これを返していった、しかし丸め込んでいったぞ、この辺にもうまさがある。去年三沢がアメリカに渡りまして、実際にこのダグ・ウィリアムスとも対戦しています。その実力を肌で感じてノアのマットへ呼んできました。ダグ・ウィリアムス、三沢が発掘してきました。さあこれまた先のような形になって返していった。前回来日した今年の5月、ダグ・ウィリアムス、まあ、タッグ戦ながら井上、金丸、丸藤といった、まあ、ジュニアのトップ勢からフォールを奪ってみせるなど、まあ、結果を残しましたの で、 そうですね、この今回の2回目の来日で果たしてどんなプロレスを、どんな展開を見せてくれるかというね、その辺も非常に楽しみになりますが、今の動きもいいですね、素晴らしいですね、そうですね、はい。こういうレスリングする人って今少ないですからね。そうかもしれませんね、とかく力技強引とかね、派手な面にもうパワーとかね、そういうのばっかりですからね、そういうやっぱり細かい本当のヨーロッパスタイルっていうんですかね。なるほど、そういうレスラー少なくなりましたね、まあ、貴重なあれですね。そのダグ・ウィリアムス相手に小川義成です。およそ2週間前の 11.1 日本武道館大会で壮絶なまでの GHC ヘビー級タイトルマッチを小橋健太が展開しました、まあ、最後こそ小橋の強引ラリアットに敗れる王者を最後の最後まで苦しめまして、そして、まあ試合の中盤というのはほとんどがまあこの小川ペースだったと言ってもいいかもしれません。攻めていても、あるいは攻められていても、次にこの小川が何を出してくるのか、どんな動きに来るのかと、そういったことが非常に今分かりにくく、王者も小橋も翻弄され苦しめられました。まあ身長が180センチ90キロ、ジュニアのカテゴリーにいるこの小川義成です。まあチャンスに恵まれなかった時代をまあじっと耐えまして、ジュニアヘビーの体格でもここまでトップ戦線、ヘビー級のトップ戦線までたどり着きました。たどり着いたといってもまあ自分の力で自分の時代にしたと言っていいでしょうね。そうですね、この立派なもんですよ、まあ、ジュニア の、ね、タイトルも、まあ、過去に持ってましたし、今度もヘビー級も取りまして、 GHC のね、まあ、この間の小林選手の、まあ、体格の差はありますから、まあ、互角に、ね、前半ですかね、中盤も戦いましてね、まあ、結果はいう、まあ、あれですけども、いい試合だったと思いますよ、私は。その試合後小橋が言っていました、うまいという言葉で単純に表現するのとは違う、ねまあ、強さはもっと小川の強さというのは奥深いところにあるんだ、そうですね、うん、テクニシャン、試合巧者という言葉では表現しきれない小川らしさ、小川マジックとも言っていいでしょう。それが垣間見えたその GHC 戦でもありました。そして迎えたこの開幕戦です。11月12月ツアーの開幕戦、今日の後楽園ホール大会、来日2回目の来日となりましたダグ・ウィリアムスとのシングルマッチ、45分の制限時間で行われる一本勝負です。とにかく全ツアーの、まあ、最終戦 11.1 の武道館でタイトルマッチがありました小川、敗れましたけれども、まあ、全ツアーを振り返ってみますと、ツアー中にカード変更を要求しましたし、そして、まあ、敵対関係にあったスコーピオ、スリンガーとの合体もあって、とにかく
まあ、序盤から驚かされたツアーでもありましたし ね、まあ、まさかの合体でね、ああいうねあのスコーピオンスリンガーのあれやそうなんですよね、まあまあ私も驚きましたけどね、その2人と乱入を、まあ、小橋戦への乱入を繰り返すと思えば、まあ、前哨戦となった 10.15 千葉大会ではキャプテンフォールイルミネーションマッチとはいえ小橋からピンフォールを奪いました。その小川のうまさが光った全ツアーでもありましたが、その小川をさらにこういったように、まあ、手玉に取ろうかという動きを見せているウィリアムスですね。どうでしょう、ウィリアムス2回目の来日、そしてややあの期間が空いたんですが、ま、ノアのマットにこう慣れていないといいますか、戸惑っているという面はありますか。全然ないと思いますね、やはり、まあ、前回は、まあね、あの来てそれもその後あのヨーロッパ、ドイツとか、はい、あのマイケルスの後で試合も連日やってたという話ですから、まあ、コンディションもいいですしね、93年の10月にイギリスマットでデビューしました。ドイツのマット、そしてモデストモーガンの主催するプロレスリングアイアン、アメリカのマットでも活躍、イギリス団体 UWA、 TWA、 そして現在の FWA と、そのイギリスの各プロレス団体のヘビー級王座を獲得してきましたダグ・ウィリアムスです。一躍イギリストップレスラーの仲間入りを果たして人気を集めましたダグ・ウィリアムスです。2回目の来日、三沢が発掘してその実力を認めてこのノアのマットに呼んできました。前回5月の来日した時には、まあ、このノアのジュニア勢、トップのジュニア勢からボールをしっかりと奪っていました。あとはこの2回目の来日、ジュニアはもちろんですが、この本人は105キロということでヘビー級のカテゴリーに入ります。ややその大きな体格の選手相手にどんなプロレス、どんな結果を今ツアーを残していくのか、そういったところにも非常に注目したいところであります。ダグ・ウィリアムス、45分一本勝負で行われています。10分が経過しました。その小川とダグ・ウィリアムスとのシングルマッチ、相手の動きを読む、あるいはこういった足を絡める、腕を絡める、決め技、固め技、これを逃れる、そういった読み合いになっています。グラウンドでの攻防も激しくなっている。打撃戦というよりも決め技、関節技、まあ、この辺がブリティッシュスタイル。そうですね、見てますとね、ダグの場合はあの動きに無駄がないですね。そうですか、的確な動きでね、無駄な動きしないですね。となるとここまでを試合の序盤見ますと、小川がややちょっとスタミナを奪われてますか。そうですね、余裕ありますね、ダグの方はね、決して飛んだりその跳ねたりという動きはないんですが、確実にこの小川のスタミナが奪われてますね。そのややウィリアムスよりも小川の汗が光っているようにも見えます、はい、上半身あるいは顔面の汗が光っているのは小川義成の方。その小川が展開を自分のペースへと持ち込むことができるかどうか。レッグブリーカー、ここから平成逆転、自分のペースに持ち込んでいくことができるか小川義成。全ツアーではとにかく GHC タイトルマッチもありました。標的は小橋一人でした。小橋の額を叩き割り流血させたこともありました。とにかくリングの内外を問わず駆け引きをもう駆使して、まさしく手を変え品を変えベルト取りの策を練りました小川でした。まあ、そういえばあの前代未聞の GHC 調印式のボイコットということもありました。小川ならではと言いますかね、小川のその、まあ、陽動作戦と言いますか、その作戦の一つだったんでしょうね。まあ、初めてのケースですからね。城樋口管理長も、まあ、ちょっとその時代に驚いていましたけれども、さあここで小川がここで決めに行くかどうか。決めに行こうと今パフォーマンスを見せました。バックダウンに行った。さあ固めた、ホールドしている、これはどうだ、返していった、あともう少しというところ。ただ小川バックドロップを持っていきました。ウィリアムス返していきました。もともとは小橋に対して GHC タッグの挑戦をアピールしていました。ただ全ツアーは結果的にシングルの挑戦が実現しました。そのシングル取りが失敗して迎えた今ツアーの開幕戦、
今ツアーは果たして小川はどんな動きを見せていくのか、今度こそ三沢とのタッグで GH タッグ取りに行くのか、あるいはスコーピオ、リチャード・スリンガー、チームケイオスとの連携を見せ始めていくのか、この小川の今ツアーの動きにも注目したいところ。ウィリアムスが打ち払っていく、これを足でかわしていこうという小川、しかしウィリアムスも引かない。正面から行くとややウィリアムスにパワーがありますか。少しそうですね、エルボーも、ね、結構効くんですよね、うん、あのヨーロッパスタイルのエルボーなんですよね。あーヨーロッパスタイルというのはどういう形なんでしょうか。だから今ダグやってましたエルボーありますよね、エルボースマッシュっていうんですかね、あれはパンチじゃなくて全部ああいうのを使うんですよ、ね、なるほど、はい、下から上へ勝ち上げていく、何度も何度も連続で打ち込んでいきました。やや小川よりも横幅がある、線が太いウィリアムス、15キロ上回っているウィリアムス、身長では3センチ、その膝から繰り出されるダイビングのニードロップ、これで決めたか決めたかとウィリアムスが今思ったか、2というカウントを確認して、さあこれでフィニッシュに行こうというダグ・ウィリアムス。小川やや劣勢、どうだ小川、バックを取られている。ダグ・ウィリアムスニュートラルコーナーに押し込んでいった、あるいは小川が逃げていった形か。ニュートラルコーナーを掴んでいる小川、ラリアットかわす、丸めて DDT、 真逆さま、そして覆いかぶさった小川、これはどうだ。生まれも左肩を上げましたダグ・ウィリアムス。さあ今度は小川が丸め込んでいったぞ、これはどうだ。これも返します、相手の動きを読む展開、そして固めていく、どうだ。グラウンドでの非常にこの時間が長くなっています。ジャックラッシャー、そして4の字ジャックナイフ、これでどうだ。これでも決まらない、グラウンドでの攻防、ホールが続く。さあもう一度立ち上がって返すか、返した、ダグ・ウィリアムスが返していく、そしてちょっと目離さないですね、動けない状態にして、そして腕を決めたままブリッジを作りました。ダグ・ウィリアムス腕決め式、小川が苦しんでいる、試合運びが非常にこの定評のあるこの小川、試合巧者あるいはそのテクニシャンという呼ばれているこの小川、それが影を潜める形になっているか。この試合小川の息遣いが集音マイクを通して聞こえてきています。小川の顔面光る汗も見えている。小川がその小橋戦 GHC 戦とはまた違った苦しめられ方をしている。さあそして今度は返した、小川が返した、小川が返した、今一瞬ダグ・ウィリアムスが丸め込んだかと思いましたが、一瞬の隙を突きまして小川が体を浴びせて決めていたのは小川。小橋に敗れたショックを払い剃り、再びいいスタートを切ったかどうか小川義成。さあマイキーさん、うまいですね今のはね、あのまあマヒマヒっていうこうまあねメキシコスタイルの技ですけどね、今一瞬、ウィリアムスが今丸め込もうとしたわけですよね。はいそうですね、ただそこにうまくタイミングを合わせまして、自分が体を浴びせて固める形になりました。いやー小川が苦しめられた。ただダグ・ウィリアムスの差し出した手にしっかりと左手そして右手を差し止めてがっちりダッシュ、勝ち名乗りを小川が上げてやるという光景になりました。いや小川もこれウィリアムスの実力というのを認めたという証拠ですね。もちろんそうですね、まあダグとしても今の技でね、まあ逆にこう小川選手がああいうのを技で勝ったら、まあ、ダグとしても納得してるんじゃないですかね。ああそうでしょうね、まあ振り付かれてああいう形になりましたからね、試合巧者のお二人、まあこうつけがたいですけどね、二人ともね、やっぱりから目が離せません、はい。